はい。今日は生理学の生殖期の範囲についてお話ししていきます。生殖期なので、男性生殖期と女性生殖期と、まあ、2種類あるんですけども、メインは女性生殖期です。で、その中でもですね、 生周期っていうところが国家試験では特に出ますので、そこを中心にまず覚えていただいて、余力があればですね、他のところもおつりち覚えてください。はい。ということで、まず男性生臭期ですね。一番目、生死の形成。生死は、生細管括弧コ、生草で形成されますよというふうに書いてます。右側に図がありますけども、 ライジヒ細胞、セルトニ細胞っていうのがありますけど、この順番を覚えておくのが一番大事です。はい。ホルモンのところでもやっているんですけども、まずスタートはライジヒ細胞ですね。ライジヒ細胞がまず一番目。そこから何が出るのっていうのがホルモン。これが二番目ですけども、これがテストステロンですね。で、 テストステロンがどこに作用するのというのが、これ3番目。3番目はセルトリ細胞ですね。で、最後4番目、何するのっていうのが精子の形成をしています。という順番です。順番は、雷耳引き細胞。その次がテストステロン。で、セルトリ細胞を子というね、えー、この流れが分かったらそんなに怖くないかなというふうに思います。じゃあ 精子ってどんな感じでできてるのっていうのがその下側ですけども、精子の成熟、精素細胞、精母細胞、精子、細胞で最終的に精子になります。というね、流れになっています。では、2番目ですね。生反射ですけども、勃起ですね。これは副交換神経によるものです。これがね、まずキーポイントですけども、 勃起ってそもそも何なのっていうのは陰形、括弧、陰角、海面体に血液が流入すると勃起が起こります。じゃあ、どういう感じで勃起が起こるのっていうので、働きが2つあります。これちょっとね、下に行きますね。はい。勃起の反応は2つですね。反射性と静的というね、2つあります。反射性は 性器などの刺激は、主に陰部神経から潜水の勃起中枢に送られて勃起を起こします。勃起中枢の直接刺激による。じゃあ、丸二番。これは関節になるんですけども、視覚や聴覚からの静的視薬は、肝脳から潜水勃起中枢に送られ勃起を起こします。 で、何を覚えるのっていうのは、反射2種類あるんですけども、潜水の勃起中枢というところに情報が送られて勃起を起こします。っていうのをね、覚えてもらったらいいです。じゃあ、勃起起起こるっていうのは分かりました。じゃあ、どんな感じで起こってんのっていうのが、米印になります。勃起中枢から抹消の反応。 これもね、二つあるんですが、丸一番。陰形の細動脈の拡張による血流増加。血液がですね、陰形もしくは陰角界面体にいっぱい流れ込んで、勃起っていうのが起こるので、丸一番は血流が増加して起こりますよという状態ですね。 副交換神経、血管拡張神経。なんかね、上がったらしい名前ですけども、これ覚えてくださいね。副交換神経、そして血管拡張神経っていうのがね、あります。で、これが骨盤神経なんですが、それの活動が更新すると起こります。えー、っと、なんかね、名前長いんですけど、副交換神経っていうのはね、これは覚える必要あるんですけども、 血管拡張神経っていうのはわざわざ覚えなくても大丈夫だと思います。血管が拡張したら血流が増加するってわかると思います。骨盤神経はね、覚えないといけないとは思いますけれども。なので、どこを覚えないといけないかっていうのはね、要所要所、自分なりのポイントを押さえてくださいね。で、2番目、海面体への血流増加、静脈を圧迫し、 陰茎が充血体積増加で、勃起になりますよ。という感じですね。はい。えー、血液がずっとぐる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 流れている状態ってことは、血液たまらないですね。なので、2番の静脈を圧迫すると、あの、血液がそこに留まりますので、勃起が維持されますよ。という状態ですね。で、米印。交換神経結 一旦、収縮神経の活動更新により、陰茎の細動脈の収縮が起こります。こうなると、勃起の消失が起こります。なので、副交感神経で勃起が起こって、交感神経で勃起がなくなるよっていうのがね、大前提のお話になっています。はい。ということでね、えー、続いて、次に行きますね。 はい。ではですね、次は、射精、これがね、交換神経なんですね。なので、副交換神経で勃起が起こって、交換神経で射精が起こるというね、流れになっています。だから、交換神経で射精が起こるので、射精が起こった後は勃起ってしにくいんですよね。当然ですけどね。というのは、ここら辺の流れになっています。はい。射精って何なのっていうのは、精液を 外尿道口から射出する現象ですよ。1回に約2から4ミリリットルの精液を射出します。1ミリリットル中に約1億個の精子が存在しますよ。なので、4ミリリットル出ると4億個の精子が飛び出すっていう感じですね。で、丸一番。陰茎への食刺激。 反射の行き地が越えれば射精が起こります。二番目、陽線髄の射精中枢に送られて射精が起こりますよ。という感じですね。勃起のところと違ってですね、そんなに射精のところについては、細かいところまでは今の流れは出ます。その代わり下側ですね、抹消の反応として、 交換神経、あとは陰部神経っていうのがですね、えー、それぞれ登場します。ので、ここはね、ぜひ押さえておいてもらったらいいかなというふうに思います。はい、丸一番、交換神経、延伸と下腹神経ですね。生肝と前立腺の平滑筋を収縮させ、生液を尿道へ射出、内尿道活躍筋を収縮させ、 膀胱への流入を防止しています。はい。で、2番目ですね。体制神経遠心度。陰部神経は1、同様に、線水を介する反射が起こり、陰形根の菌を立動的に収縮させ、精液を尿道から体外へ放出しています。というふうに書かれています。 で、えー、大前提ですね。全体で覚えるんであれば、まず、勃起は副交換神経。射精は交換神経。これが一番初めですね。じゃあ、えー、交換神経が関係しているので、下腹神経っていうのはですね、えー、これ交換神経ですね。で、副交換神経が関係している骨盤神経っていうのは、これは 勃起に関係します。で、この話をしたときに、反応いい人はなんとなくわかると思いますけども、ここはですね、排尿とかのところと同じ話なんですよね。なので、ここが苦手っていう人は、十中八九、排尿のところも苦手です。反対に言うとですね、あの、どっちかが分かったら、どっちも答えられるようになりますので、ぜひそこら辺はおさらいをしておいてください。 交換神経、副交換神経というのと骨盤神経、下腹神経というのとあとは陰部神経が登場しますよっていうところをねおさらいしていただけたらいいかなというふうに思います。はい。ということで続いては女性生殖器に行きたいと思います。はい。女性生殖器ですね。一番卵子の形成。卵子は卵巣皮質で形成されています。 卵子の成熟。卵素細胞。卵母細胞。で、えー、そこからですね。卵母細胞と卵胞上皮っていうのが合わさると、原子卵胞。これがどんどん成長していって、胞状卵胞、グラーフ卵胞。グラーフ卵胞は、これ成熟卵胞とも言いますよね。で、えー、それぞれですね、こういう流れになりまして、 えー、母細胞が成長していって卵子っていうのになって、これが外に出ていくのが排卵というふうに呼ばれるものですね。で、グラフ卵胞これが、えー、そのまま卵子排卵された後は石体、そのまま成長していって黄体、白体っていうのに変わっていきます。という流れですね。で、排卵より前が卵胞期 排卵より後が大体期です。で、女性生殖期の特に青周期が大事って言いましたけど、今の乱胞期、排卵、大体期っていうのはね、えー、後でもやりますけども、とっても大事なところになります。えー、ちょっとね、下側図見ると、こんな感じになってますけども、えー 時計回りですね。原子乱胞からスタートします。原子乱胞から王状乱歩で成熟乱胞、これグラフ乱歩ですね。えー、そっから今度は乱胞のところと卵子がこれ分裂します。これ肺なんですけども、石体、黄体、白体っていうのにね、順番にぐる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 回ってる状態になります。という感じですね。はい。じゃあね、続きいきますね。乱胞の数ですね。 卵胞は胎児期には約700万個あるとされているんですが、実際に排卵に至るのは約400個というふうに言われています。すごくですね、厳密に厳密に厳正して出すっていうのが、この卵子、卵胞になるんですけども、男性の場合はですね、精子1ミリリットルあたり1億ってってね、数をいっぱい出すんですけど、女性の場合は、 どん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 絞って出してっていう感じですね。はい。では、続いて2番目の青春期。ここがですね、初めにも言いましたけども、この範囲で言うと一番国家視点に出やすいところです。まずですね、押さえとくのは分類です。ここがわからないともう後はね、ようわからんっていうふうになりますので、先にここを覚えてください。 えー、卵巣周期、月経周期っていう2種類あるんですよね。卵巣周期はホルモン分泌の変化の周期。月経周期は地球内膜の変化の周期です。で、それぞれ卵胞期、排卵応対期、月経期、増殖期、分泌期というね、呼び名があります。はい。 で、それぞれどう対応するのっていうのがとっても大事なところになります。排卵よりも前ですか後ですかっていうのが一番初めの分け方です。卵巣周期は割と簡単です。排卵より前は卵巣。排卵より後は大体期なんですよね。で、月経周期の場合は排卵っていうのが書いてないんですけども、 排卵より前は月経期と増殖期。月経期と増殖期。これがですね、排卵より前なんですね。で、排卵より後は分泌期なんです。だから、えー、それぞれ対応するのは、例えば卵巣周期の卵胞期っていうのは、その中に月経期も 増殖期も含まれています。で、卵巣周期の応対期っていうのは、分泌期とこれリンクしてますので、ここ、覚えてくださいね。はい、ここを覚えとかないと、大変なことになります。なので、まずわからない人は、ここから始めてください。じゃあ、流れどうなってるのっていうのがね、下の概要っていうところに行きますね。はい、では、概要です。 えー、こんな感じにね、書いてますけども、丸一丸二丸三丸四丸五っていう風にね、流れが書かれています。えー、順番にね、床、え、下、ー、株、過水体全容、卵巣って言って、こういう流れですよね。じゃあ、文字にしたらどんな感じになるのっていうのが1番からまあ5番まであります。1番目、床下株から GNRH って書いてますけども、これは、 生鮮刺激ホルモン、放出ホルモンのことですね。が分泌されて、下水体全容を刺激しますよ。で、2番目。下水体全容から FSH。これは乱胞刺激ホルモンですね。が分泌されて、乱胞を刺激しますよ。まあ、そのままですけど。で、3番目。 卵ぇ、えー、を刺激したらどうなるのってやつですね。エストロジェンの濃度が上昇し、床下部に作用します。ね。これまたフィードバックですね。されるのが3番目。で、今度はまた4番目になりますけども、床下部から同じように、生鮮刺激、放出ホルモンが出て、下垂体全容を刺激する。なので、1番と4番は同じようにな感じですよね。で、最終的に5番目。 下水体全容から LH。これは、黄体形成ホルモンが出て、排卵が起こりますよっていうふうに書かれています。で、お気づきだと思いますけども、この1番から5番までの流れは、排卵より前の話になるんですよね。なので、卵巣周期で言うと、卵胞期にあたるお話をしています。なんか長いですよね。 はい。いうので、この順番ね、どういう感じに流れてきてるのそんなに難しくないと思います。はい。さらっと見ておいてください。じゃあ、ちょっとだけね、えー、下を降りると、その結果って書いてありますけども、ここからが応対期に入るですね。その結果、排卵後の卵胞から応対が形成され、プロジェステロンが分泌される。米印。 LH サージですね。LH、黄体形成ホルモンが一過性に急激な増加が見られる。これが LH サージと言いますけれども、これによって排卵が起こるということですね。なので、えー、今もお話し,しましたけれども、今、プリントに見えている状態の丸1から丸5番のところまでは、これは卵胞期なんですね。で その結果っていうふうに書いてある一行だけ、これが応対期の話になりますので、ぜひね、えー、ここら辺はさらっと見ておいてください。今ね、えー、ホルモンの話をね、ずらーっとしてますので、えー、卵巣周期の話をしてますけども、月経周期になるとね、えー、飛行指定とかっていうのがちょっとずつ変わってきますけども、 ホルモンのね、働きをある程度知っといたら、そんなに難しくないかなというふうに思いますので、さらっとね、見ておいてください。はい。ということで、えー、と、あとですね、最後に、えー、実際に、じゃあ、さっき言ってみたいに、卵巣周期と月経周期ってリンクしてるんですけれども、ここをね、まとめた表を作りましたので、それを見てね、 ああ、どこわかってないのかなっていうのを復習してもらえたらというふうに思います。はい。ではね、続いていきますね。はい。ではですね、まず、卵巣周期に行きましょう。これね、先ほど、えー、さっきのね、プリントで説明したところの復習になりますけども、まずは卵胞期ですね。卵巣に作用するホルモンとしては、これは卵胞刺激ホルモン、FSH ですね。 で、卵巣から分泌されるのは、これエストロゲン、エストロジェンっていうのが分泌されますよ。で、その結果、エストロジェンが出たらどうなるのっていうのが、えー、下側ですけども、卵巣の変化としては、えー、数個の卵胞の成熟開始5日から6日の時に1個のみが成長し、残りは退縮しますよっていうのが、これが卵胞期です。 じゃあ続いてそれの後どうなるのっていうのが排卵期。まあ排卵と呼ばれるものですね。エストロジェンの増加による LH が一過性に分泌増加する。LH サージって呼ばれるやつですね。で、その結果排卵が起こります。グラフ卵胞、成熟卵胞ですね。が破れて卵子が腹腔内に出されますよっていうものですね。 じゃあ,あ、続いて、応対期。応対形成ホルモンが、えー、出て、それが卵巣に作用して、プロゲステロンが出るようになります。で、卵巣はどうなんのっていうのは、排卵後、応対が形成されますよ。っていうものですね。で、妊娠すると、この妊娠応対といってですね、応対が維持されます。 維持されるので、プロゲステロンが出続けるんですが、妊娠しなくなるとどうなるのっていうのは、この応体っていうのが白体になって、応体がつまりなくなっていきますので、プロゲステロンが出なくなって、ぐる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 、この循環が始まります。っていう感じですね。はい。というのが、卵巣周期でした。なんとなくわかりますかね。では、続いて月経周期も見てみます。 はい。では、月経周期に行きますね。月経期、増殖期、分泌期です。で、先ほど卵巣周期だったら、卵胞期、排卵期、あとは放体期っていう感じだったんですけども、月経期、増殖期っていうのが、1日から14日頃までっていうので分かれてますよね。 さっきの場合は、ラーのところが14日頃っていうところだったんで、その前後だけだったんですけども、ここの違いをね、ちょっと覚えておくといいかなと思います。はい。子宮内膜に作用するホルモン、月経のところは置いておいて、月経は何なのっていうのは、子宮内膜の脱落、剥がれるっていう状態が、これが月経期ですよね。出血したりするのはここの話です。で その後に、そこから再度、子宮内膜っていうのを作りますっていう感じが増殖期ですね。これはエストロゲンの作用によって増殖しますよっていう状態です。で、その後は分泌期。これはプロゲステロンですけども、えー、子宮内膜を増殖させて着床しやすい状態にします。ね。 いう状態から、今度はさらに分泌液を出してくっつきやすくするっていう感じなんですよね。作用的には。なので、プロゲステロンは内膜の分泌腺が活性化。粘液を分泌し、受精卵の着床を容易にしますよ。っていうものです。はい。増殖期は範囲を広げましょう。で、くっつきやすくしようね。分泌期は くっつきやすい液体出しましょうっていう感じです。どちらにしても赤ちゃんがちゃんとそこに留まるようにするためのこれ働きになっています。最終的に米印ですね。えー、受精、着床が行われないと応対は退化し、プロゲステロンの分泌が低下して月経期が始まりますよっていうのはね、これ先ほど言った妊娠応対とかの話になっています。はい。 で、最後、下側ですね、見ていただきたいんですけども、はい、右側にですね、下側に書いてある図、これはですね、生理学の教科書に載っているものです。あの、パッと見たら、よう、わからんっていう感じだと思うんですけども、一番上が書いてあるのは、これね、ホルモンの話で、下側は子宮内膜の話なんですよね。 これが全部リンクしているっていうのが頭に入ってるかどうかなんです。これがちゃんと分かっているんであれば、そんなに問題ないです。見方としては、まず B を見るのがおすすめです。B は、排卵っていうのが真ん中にあって、左側が卵胞器、右側が黄体器になっています。これが何なのっていうのは、これは卵巣周期の話ですよね。 なので、それぞれに対して、どんなホルモン出てるのっていうのがありますかっていうのになってきますよ。というやつです。はい。いかがだったでしょうか生理学の、えー、この生殖期の範囲は、何と言っても、今画面上に出している、生周期っていうのが、一番大事になってきますので、まず、どこを覚えてないといけないのっていうのは、卵胞期、排卵応対期。 っていうのと月経期増殖期分泌期というこの何々期っていうのがちゃんとリンクできてますかっていうのが一番初めです。まずここをやるようにしてくださいね。じゃあそれぞれ木っていうのが分かったらその時に出ているホルモンは何ですかっていうのをね覚えていってもらえたらいいかなというふうに思います。 ここら辺はですね、あの、ホルモンの話とかもすごくリンクするところなので、ぜひですね、性ホルモンのところも絡めて覚えれたらいいなというふうに思います。はい。ということで、今日の範囲は以上になります。ではまた